どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。来ましたね、 JAL カード初回搭乗5000フライオンポイントキャンペーン継続ということで解説ねしていきたいというふうに思います。先日ね出させていただきました JAL のねステータスを保有している方にですね2021年ですねボーナスフライオンポイントをね付与するっていうね発表がありましたので、2021年ですねこちらもしかしてないのかななんて思ってたわけなんですけども、発表があったっていった感じになっております。ということで2020年12月24日時点で継続新設されるねフライオンポイントのキャンペーンは JAL のねステータス保有されている方にですねもらえるフライオンポイントのキャンペーンとプラスですね今回の JAL カードをね保有している方で JAL にね搭乗すれば5000フライオンポイントがねもらえるっていった感じになっております。でですね JAL のステータス保有されている方にですねもらえるフライオンポイントのねキャンペーンを振り返ると、まあ、こんな感じになっておりまして、2019年ですねステータス獲得した方はですね2020年度がステータスのね本会員になるわけなんですけども、まあ、コロナのね影響で2021年度も延長されているっていった形になっておりますんで、このね延長されている方もですねもらえるっていった感じになっております。それはですね今回のキャンペーンのね詳細いきたいというふうに思います。 JAL カード会員限定フライオンポイントボーナスキャンペーンということで、特典はですね、まあ、先ほどからね言っておりますけども JAL のねクレジット会員の方がキャンペーン中にですね JAL に搭乗すると基本のねフライオンポイントは別にですねボーナスとして5000フライオンポイントがねもらえるキャンペーンといった形になっております。でですね搭乗期間は2021年の1月1日から12月の31日までっていう風になっておりまして、エントリー期間が2020年の12月の23日から2021年の12月の31日までっていう風になっております。注意していただきたいのはこちらねエントリー必須っていう風になってるんですよね。こちらのキャンペーンについてはですね今までもねあったわけなんですけども、今回からねエントリー必須っていう風になりましたので、こちらの動画の概要欄にですね公式サイトを載せておきますので確実にねエントリーしていただけたらなというふうに思います。でですね対象者の方は JAL カード本会員の方、またね家族会員の方ということで、本会員の方と家族会員ね両方とも利用する場合はですね両方ねエントリーが必要っていうふうになりますんで、この点もね注意してください。対象路線については JAL グループの国内線国際線っていうふうになっておりまして、他社運航の JAL 便名のコードシェア便も対象っていった形になっております。でですね対象運賃はマイル積算対象運賃っていう風になっておりまして、付与時期に関しては通常のねフライオンポイントが付与された翌月上旬っていった形になっております。でですねまあそんなにねいらっしゃらないと思うんですけども、年末にね搭乗した場合はですね搭乗した日付でね積算されるっていった形になっております。このキャンペーンはですね毎年行われてるわけですけども、本当にねこちらすごいキャンペーンですよね。 ANA でもねぜひやっていただきたいっていう感じですよね。こちらのキャンペーンをね利用して、まあ、JAL カードを持ってですねエントリーして JAL のね飛行機に乗れば5000フライオンポイントがねもらえてしまうということになりますんで、実質ね4万5000フライオンポイントです JGC 修行ですね完了することができるっていった感じになっておりますからね。またですね JAL グローバルプレミアダイヤモンドステータスの方にはですね3000フライオンポイントがね追加されてたわけなんですけども、2021年に関してはねこちらないっていった形になっております。いかがだったでしょうか。今回ですね JAL カード会員初回搭乗5000フライオンポイントキャンペーン継続ということで解説ねさせていただきましたけども、2021年もね継続されるということで、かなりねステータスね獲得しやすいのではないのかなというふうに思います。またね JAL のねステータスクリスタル以上ね保有されている方はですね好きな1ヶ月ねいつでも 1.5 倍フライオンポイントキャンペーンもねあるっていった形になりますんで、ステータスね保有されている方はですねかなりね防衛しやすいのではないのかなというふうに思っております。またですね先日 ANA がねステータスチャレンジね発表しまして、新規の方は継続ね両方のステータスねハードル下げるっていう感じになったわけなんですけども、 JAL に関してはですねまだ新規の方へのキャンペーンっていうのはね、まあ今回のキャンペーンはね対象なわけなんですけども、まあそれ以外にですね特に発表ねされてないっていった形になっておりますんで、まあ、今後ねどのように行われるのかっていうのはですねもしかしたらねあるかもしれませんし、ないかもしれないんですけども、またね別の発表はねあるかもしれませんので、ここもね注目していきたいなというふうに思っております。
今回の動画はねちょっと短くなってしまったんですけども、こんな感じでね終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボイホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。